これが光るマンホールっていうのは聞いたことなかったですし、今日車ではどのような映像で見れるかっていうのは分かってなかったんですけども、思った以上にやっぱり光ってたっていうのと、あと意外とマンホールを歩いてる時っていうのはどこにマンホールがあるのかって分からないんですね。かなりそう探すのに苦労するんですけども、これだと、あ、もう遠くからもうあそこに光ってるなっていうのが分かるので、探す側もやっぱりすごく助かるなというのはあります。